いどうも、です、ただいま、16日金曜日、何時ぐらいですかね。もう夜なんですけども、決戦前夜です。チェホンとのクラッシュを、明日に控えて、15日か、だから今日はね716がコンバットコアなんで、ちょっとだけまあなんか練習っていうか、各自分の中で、ね、確認なんかをやって明日に臨みたいと思いますね。ほんまにどうなるんでしょうか。もう俺ももう全然予測不能です。もう正直こんなんね、何を練習するっつっても練習することがないんよね。そのまあいろんな、もう相手がこういうことをやってくるんじゃねえかとか、こういうこと言ってくるんじゃねえかみたいなことを、まあ自分の中である程度想定して、でまあなんていうかな、こう来たらこう返すっていうのをまあ一応ね考えてはいんねんけど、これはねクラッシュやった人しかわからんとかもしれんけど、やっぱ相手があることなんで、今までいろんな人とまあクラッシュはやりましたが、その都度その都度ね、やっぱねいろいろね考えるんですよ。こういう来た時はこうした方がいいかなとか、こうやったらこうやなっていうのをいろいろこう、まあ言ったらファイトプランというか、そういうのをまあ考えんねんけど、まあそのプラン通り行った試しがない。用意してきたことが 100点って、全部出せたら100点としたら、そうやな、60、70点出せればもういい方になんちゃうかな。は結構あるね。だからやっぱそのなんつうかな、いわゆる引き出し、どこに何が入ってたかっていうのをこうもう瞬時にパッて開けれる、その練習をしとかなあかんというか、これだけはな、あんなにいつも開けてた引き出しやのに、そん時見つからんかったっていうのとかもな、あんねんな。まあこれはほんまライブやし、ライブっていうこの超生ものの中でね、しかもバトルっていう、まあこれは、なんていうかな、もう、そんな、なんていうの、シチュエーション、ロケーションなんて、普通ライブやってたら絶対ないし、日常生活にも絶対ないから、もうそこでね、どれだけ、しっかり状況をこう見て落ち着いてやれるかっていうとこっすかね。いやまあそれはもういっぱい仕込んである。まあそれで言うても15分の戦いやから、そこでどんだけ出せるかって感じやし、たくさんは仕込んである。正直これフリースタイルをフリースタイル即興で返そうとすると、多分なんていうかな、良くないっていうか、やっぱ戦いって相手の得意フィールドで、得意なフィールドに持ち込ませたら持ち込ませないのが戦いやから、まあ向こうがそうやってきたとしても、俺は構わず俺の得意なことをやる、俺のやるべきことをやる。まあ戦いってやっぱり人相手の嫌がることをするやっていくっていうのが戦いやから、まあそこはまあなんかうまいこと封じていけたら
いいなと思うけどね。まあでお前もフリースタイルやってみろみたいなこと言ってくると思うから、うん、まあそんなん別にあのなんでそんなことやらなあかんねんって言ったらしまいやから、お前が決めんなとか、だからそこはそのなんていうんかな、そのね返しの妙みたいなんで、まあやっていけたらいいかなって感じかな。うん、だから向こうは向こうの自分の得意な分野で自分のペースに絶対巻き込みたいと思うから、そうさせないように俺の得意分野の俺のなんていうかこうフィールドにどんどん引きずり込んでいくっていうのがまあ俺の戦い方かな。まあ、あの曲をサンプリングするっていうのはあのよくあることなので、だからあれをその明日当日やってくんのかとか、そのねそのあれを初見でみんなに聞かしてこうなんていうか盛り上げる自信があるんかとか、いろいろ考えるよね。こうあれまあどんぐらい再生回数回ってるのか分かれんけど、まあなんか賭けやんな、それはそれで向こうは向こうで、いわゆるそのそうやってサンプリングしたネタをバーってやることによってそのまあうまいことそれを振りにすることができるから、やりようによっては、うん、MC ヘッド側がそう、うん、だからそこにいいカウンターパンチ入れれるかってとこかな。だからさっき言ってたあの得意なフィールドにっていうのとこで、まあ向こうがそうやって俺の歌をサンプリングして先にもし歌ってきたりとかもししてきたとしたら、それはそれで俺の得意なフィールドやと思うねんな。これを見てその NG ヘッドがその DJ クラッシュっていうのは誰でもできるもんじゃないんだよっていうのを、あそういう意味なのかっていうのを分かってもらえたらいいかな。やっぱその DJ クラッシュっていうのはなんていうんやろう、こうキャリア積んだ者同士がそのお互いのビッグチューンとかなんかこうそのいろんなものを引っ提げて大舞台でこの人とこの人が戦うんやっていうのを見せるっていうのがやっぱ DJ クラッシュやと思うから、そこはもう長い道のりやかもしれんけどね。まあ別にねそのフリースタイルとか仕込んでくるリリックとかそういうのでもちろん戦ってもいいねんけど、やっぱりそのなんていうかなこうビッグネーム対ビッグネーム、これがやっぱ DJ クラッシュの醍醐味やから、まあ勝負事なんでね、絶対負けたくないし、絶対負けへんっていう気持ちで臨みたいと思います。まあ終わった後にもねこういうちょっと感想V みたいなのも撮りたいですね。どんな顔してるんですかね終わった後ね。もう今はもう緊張と何でしょう、こうワクワクとかもういろんなね感情が入り混じりすぎて、もうなんかよくわかんないです。もうめちゃくちゃ緊張ももちろんしてるし、なんかねもうベタにねあんまりご飯食べられへんみたいなね、そういうのに陥ってますよ。はい、まあでもこれを乗り越えて、さらに、高みを目指したいと思います。明日コンバット4頑張ってきます。よろしく。